2回目のセット完了、ふるさとマイナス向け、広島高速爆心中ったとこですね。ここのね、夜景好きなんですよね。綺麗でしょ。ここのまあこの辺だけですけどもね、なんか神戸っていうか阪神高速3号神戸線を思い出しますね。はい、まあ神戸のね、あの辺のイルミネーションと比べたらね、悪いけど蛍の光かもしれませんけれども、ここも結構ね、私の好きな夜景スポットというかね、こんな感じです。今日は広島2回線600キロの旅でしたけどね。ああ、この時間帯はね、やっぱ眠いですわ。やはりね、人間ってね、暗くなれば寝る動物なんですよ。哺乳類ってね、夜は寝るんですわ。あんまり活動せんと、いや、そんなことはないな、そんなことはないね。人間はね、やっぱ夜になると寝るようになってますわ。はい、じゃあちょっと気合を入れて帰りましょうと、眠気覚ましのねトークをしてみようかなと思っております。で、前ですね、視聴者さんからこの自動車部品の輸送って大変じゃありませんかと、きつくありませんかと言ったことをね、まあ、コメント欄でいただいて、まあ、コメントもちゃんと返すんですけれどもね、そんな中でもう一度自動車部品の輸送ってどうなんと言ったところで少し話をしたいかなと思っております。で、私が今現在これやってるんですけれども、これはね一切運転だけです。あとウィングの開け閉めだけですね。それしかやれません。で、全線高速指定なんでね、本当運転するだけです。で、広島1往復がね、確かね、330キロから360キロくらいあったんかな。結構ね、1往復すると結構距離出るんですよね。で、2往復すると620、30キロくらいあったような気がしますね。600キロというとね、私が住んでるところから名古屋まで行きますね。そのぐらいの距離ですよ、1日に。で、600キロはね、まあね、いくら全線高速といってもね、やっぱしんどいですよ。はい。で、高速ってね、やっぱ緊張しますわ。私は緊張しますね、高速は。はい。で、そんなところですけれども、で、まあ肝心の自動車部品の仕事はきついのかどうかと言われると、まあ結構ね、しんどいです。はっきり言ってしんどいです。でね、体力的にというかね、精神的にちょっとね、きついかなというところもありますね。で、これは全て私が感じたことなので、全ての万人の人がそう思うんでなしに、まあ、これは私の主観なので。で、私たちがやっているこの自動車部品の輸送ですけれどもね、とにかくリフトがね、フォークリフトがね、
自在に使えないと、それはしんどいと思います。なぜならば荷下ろしの時間が決まってるんですよね。何時何分に入ってくださいと、入場してくださいと、で何時何分には荷下ろしを終わるようにと、まあそういう時間がね、まあ制限されております。でそんな中でもね、フォークリフトが上手な人や下手っぴーな人もいるんですよね。で普通でやれば、普通にやっていけば30分で終わる荷下ろしが、まだ初心者でリフトもね、そんな乗ったこともないと、そんな慣れてない人がねやると、結構ね30分で終わらないといったところです。で30分時間取ってあるんですけれども、まあ普通やれば30分かかんないですね。でそれも経験値が溜まってくるんでね、ほんとね、乗れば乗るほど上手になれます。でだいぶ黙ってしまいましたけどすいませんね。でまあトラックの仕事をしたいんだけど、その手積み手下ろしとかねやりたくないという人はね、そういったトラックじゃない、フォークリフトとかね、そういうまあ荷下ろしがね、荷下ろしが、まあ、パレットというかね、まあ、自動車部品の仕事をするんであれば、まあ、手づかみの仕事はほぼないんでね、まあ、そういった仕事を選ぶといいんじゃないのかなと思っております。でそれぞれ、まあ、日本全国自動車部品のね、輸送を扱うような仕事をしている運送屋あると思うんですよね。そういったところに就職すると、まあ運よくあればいいですけれどもね、それもしっかりとリサーチをしてやることをお勧めします。でそれともね、やっぱり向いてない人もいるんですよね。フォークリフトもね、何年やっても上手にならないという人もね、まあ、結構います。本当に見ていても、この人は容量が悪いなとかね、リフトの乗り方下手だなという人はね、まあ、確かにいますわ。でそういう人はね、悪いけど学習能力がないっていうのかな、悪い意味で悪い言い方をするとね、で上手な人のやるのをね見て、でああこの人は容量がいいな、ああいう乗り方、ああいう積み方、ああいう乗り方をすれば時間短縮になるなと。でセンスのある人ってね、そういった考え方をするんですよね。こうやったら上手に運べるな、こうやったらもっと時間短縮はできるな。で、本当ね、センスのない人っていうのはもう全部我流、もう人の言うことなんか聞かない。下手な割に人の言うことを聞かないと。そういった人もね、やっぱいるんですよ。で、慌てない。まあ慌てないのはいいんですけれどもね。でもね、そういう人ってね、やっぱ嫌われるんですよね。変に落ち着いてゆっくりある人。まあそれは物損事故やらないがためにゆっくりやるんでしょうけれども。それってね、かえって裸から見てるとね、
こいつわざと ゆっくりやりやがってとかね、下手っぴやな、もうちょっと早うやらいいねえなとか、やっぱね思われますからね。で、中にはね、本当容量のいい人ってね、リフトをね、ボン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 飛ばすわけじゃないのに、まああのやり方っていうかね、上手な人は本当スムーズに流れるようにリフトに乗って作業しますね。まあそれができない人っていうのは、ちょっとそういう業界に行くべきではないかなと思っております。はい。で結構ね、時間に追われたりするんでね、時間に追われるとね、やっぱり精神的にね、きついですわ。早く下ろさなあかんとね、で、早く下ろさなければ、早く次の仕事に行かなければ、いかんといった考えでね、で、そんなんで慌てて作業していると、物をひっくり返したりとかね、そんなこともないこともないですからね。ちょっとこの辺ガスがかかってきましたね。しょっちゅうこの辺はねガスがかかってるんですよ。かかるんですわ。多分ここのトンネルを抜けたところもガスがいっぱいでしょうね。なかなか見えにくいぞという感じで、はい。そんなとこです。でもね、トラック業界にね入ってくる方で、もう私はバラなんかやりたくないよと、そういった人はね、トラック業界には向いてないかもしれません。もうね、バラ積みがもしかしたらあるかもしれないと、そういう覚悟で来た方がいいです。でバラ積みがね絶対ないということはねないと思うんですよね。本当に荷物がなければね、バラでも何でもやんなきゃね、仕事がないと、そういった感じです。はい。まあ本当ね、そこの荷物しか運ばんというんであればないかもしれませんけれどもね、まあトラック業界ってね、もうバラがあって当然なんですよ。あって当然と言ったところです。で、そんなに甘くはないですからね。本当ね、トラックの運転ばっかりではないので、荷役作業もね、結構きつい面もあります。なのでね、本当運転手だから楽勝だからということもありません。で、たとえね、バラとかバラ積みとか仮になかったとするじゃないですか。仮にバラ積みなんかないよと言った時でもね、やっぱり荷物が積むのが遅くなったとかね、荷物がまだできていなかったとか、荷物を待っている時間が長かったとかで、夕方まで待たされて、でそこで荷物を積んで、さあ朝一につけてくれと、そしたら睡眠不足じゃないですか。そういった場合もあるんですよ。で、まあバラ積みもね結構本当シビアで疲れるんですけれども、本当ね、睡眠不足というか、眠いのに寝られないというのがね、一番きついと思います。荷役作業もそうですけれどもね、もう俺は眠たいんだけど、もうサービスエリアに入って寝る時間がないと、もう寝るところじゃないといったところはね結構きついですわ。私もね、まあ、かつてそういう経験ありますけれどもね、本当、ああ眠たいのに寝られんわーと、本当ね、自分のほっぺたとかね、しばき殴ったり
自分の太ももとかね、しばき殴ったり、ほんとね、そんなことをしてね、乗ってましたよ。はい、今でもね、やっぱり夜中は眠いなと思いますわ。まあ、その時にはね、パーキングに入って、トイレ休憩したりね、顔をね、カーッと洗ったりして、また気合を入れ直して走ったりしますけれども、はい、そういった感じでね、本当楽な、決して楽な仕事ではありませんよということを知っておいてもらいたいな。ではこの動画は以上になります。では私の600キロの旅、まあ、山陽自動車道のね、広島東インターから乗れましたので、あとそうですね、2時間でマイナスポイント現着といったところです。まあもう1時間走ったところでね、ちょっと顔でも洗おうかなと思っております。それでは皆さん、まだまだ梅雨が続きますけれども、もう4連休ですよ。4連休なのにお仕事という人は私と一緒です。私も金曜日までですね金曜の夜勤をやって就労ですけれども、じゃあ皆さん、この後もご安全にいってらっしゃいませ。